それ色はそなんでそんな色なんですか。色は卵の色です。あ、卵、はい、卵の色を使った生地なんですけれども、卵自体が色がすごい濃いなんです。じゃあ、じゃがいもを詰めたトルテッリです。シンプルにバターで炒めています。最初の前菜はペッシェフィントというお料理になりまして、イタリア語でペッシェがお魚、フィントが何々のようなお魚のように盛り付けたお料理になります。ベースはですね、インサラータルッサというイタリア風のポテトサラダで、国産のボーゼ島のカラスミを使ったポテトサラダになります。こちらであと、季節の野菜で彩りを加えています。あんまりこういうパスタ出す店って少ないんじゃないですか。たまになんかは特に作り置きができないので、あまり出せるところも少ないかと思います。いただけると卵黄が流れてソースになります。最後ソースが余ってくると思いますので、つけた尻尾の部分で拭ってお召し上がりください。そのための尻尾。2つ目
めです。新潟の鈴間佐野園のヤングコーンとペーストモデレーゼになります。ラルトハムにローズマリーとニンニクを加えたソースになります。もともと僕の師匠がパスタをオーダーが入ってから作る方でして、でその時にその仕込みをしたパスタと作りたてのものとでこんなに違うんだっていうのを教えていただいて、乾燥するなっていう、ああ乾燥しちゃってパサパサになっちゃうってことですか。元々パスタ自体はもう冷蔵庫なんかもない時代に作られてたものなので、作ったら食べる、作ったら食べるっていう、なるほど、いや鮮度が命なんですね。そうですね、それをまあ僕もここ以外のお店ではそうだったんですけど、やっぱり営業のオペレーションなんかを考えると1週間分作って冷凍保存しておいたりっていうような、だってこんなことやんないと絶対他の店で、やっぱ同業の知り合いとかに言われます、めっちゃ効率悪いねスタートじゃないと作れないし効率は悪いです効率悪いお店だとは思います。作ってる間にも最初と最後で生地がちょっと乾燥してくるんでそんな短い時間なんですか。そうなんですよ、そうすると切るといえばいけるんですけど、なんかやっててちょっと納得いかないなって思っちゃうで、薄く伸ばせば伸ばすほどですよ、乾燥してます。その通りです。いやこれそれめっちゃ乾燥するやつですね。じゃあ今で餃子とかも本当は作りたてが美味しいんですかね。あどうなんですかね、水餃子なんかは絶対に作りたての方が美味しいとは思います。パスタも売ってますね、はい、あもうこれなんかもう9割餃子だと思います料理本なんか見てると本当になんか餃子みたいな形のパスタなんかもあったりするんです。同じようにこうやって粉を使って生地を使って作ってるんで、まあ、イタリアでも中国でもその料理上手な方がやっぱ同じようなことを思いつくんだろうなってイタリアってパスタ文化が多岐にわたるんですかね、こんな形も。地面に使われるセモリナ粉がすごく育ちやすい地域で、お米なんかがちょっと育ちにくい気候だったんですね。それがあって、食べるものを島を何かうまく加工して食べるっていう文化がとても発展しています。
逆に北イタリアなんかはお米が取れたりですとか、粉自体も背骨な粉ではなくて強力粉や薄力粉なんかがよく取れる地域になるんで、パスタの種類なんかを見ても南イタリアは背骨になっちゃうし、北イタリアは小麦粉中心のパスタが多いです。南イタリアは貧しい地域が多かったので、使う水分の方も水だけというのが多いです。特に中部北部になると貴族のいる町なんかも多かったので、卵を使って少しリッチな生地を、はい、使うことが多かったです。溝でくねくねやったんですね。そうです。なるほどね。こういった木の板の方がやりやすいんですけど、それじゃダメだっていう。なるほど。文化的なこだわりが。チーズは2種盛りになります。右手がブリジャンテペコラ、羊のチーズ、左手はウリヤッコラトラペテ、こちらはワインを作った際のブドウの搾りかすにつけて作るチーズになります。こちらにセミドライチジクに添えております。I couldn't hold it back. I couldn't hold it back.